おかえり、学童系 YouTuber のイオピーマンです。今回も学童ね、保育に関することをこのライブ X で X の、普段投稿している内容の中からね、イオピーマンが深掘りするというコーナーをやっていきたいと思います。今回はチームワークと連携ということで、皆さんもね、学童保育の中で指導員同士の連携とかチームワークってとっても大切だと思いながら、なかなかそれが難しかったりとか、自分の学童保育がやっていることとかと、まあ他の学童保育でやっていることとかで何かこうポイントとかね、違いとかがあったら知りたいななんて思っている方もおられると思うので、今回はこういったチームワークと連携についてヨピーマンなりに深掘りしていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、早速以前ねこういう風に投稿した内容のところから深掘りしていきます。まず一つ目は、学童保育で指導員間のチームワークは超重要、しかし阿吽の呼吸は求めない。なぜならお互いの気が合う、よく知れた仲、こんな状態の指導員関係ばかりではないから。だから細やかなコミュニケーションが大事、役割分担、言葉で伝える、それは仕事をする上で必要な声かけ、相性や気分とかで仕事をしない。これは、今日の朝に投稿した内容なんですが、チームワークね、もちろんとっても大事だと思うんですが、阿吽の呼吸ね、指導員が例えばパッとこう指導員同士で目が合った時に、もう私が保護者の対応するからねみたいな、あ、パッと目が合った瞬間に、あ、じゃあ私は子供の方見とくわねみたいな形で、もちろんね、そういった風なこう連携が取れるのは一番理想的というかいいんですが、なかなかそこを求めてしまうと、その阿吽の呼吸ができない相手と組んでいる時とかにね、やっぱりあの人とは相性が悪いとかね、もうちょっとその全然自分が思うように動いてくれないとかいうふうに思ってしまうことにつながると思うので、そういったパパッとこう何でもね、以心伝心できるような関係性とか人間関係ばっかりじゃないですか、私たち仕事をしていたとしても。なのでそういった阿吽の呼吸に頼らずにね、もっと細やかなコミュニケーションを多く取ったり、どんな、ね、方でも指導員が伝えたことが連携ができるように、日頃から伝え合うことが大切ということが今回ここでねお伝えしたい内容なんですね。なので具体的に、あ、今私が保護者対応しますとかね、少し抜けてトイレ掃除に入りますとかね、誰々くんと誰々ちゃんがね、今日は早くお迎え来るって今連絡がありましたみたいな連絡とかは、こうねパパッとこう以心伝心だけじゃなくって、言葉で伝えて、気が合うとか気が合わないとか関係なしに、仕事としてその方とこういうコミュニケーションをしっかりとっていくということがとても大切かなと思ったので、じゃないとね、ただ単に相性とかだけで仕事をするとしたら、それはもう何て言うかな、指導員ガチャみたいなもんで、たまたま自分とすごくね息の合う人とは仕事しやすいですが、自分と相性が悪い人とはやっぱ仕事ができないというふうになってしまうのも違うと思うので、どんな方と組んだとしても、学童保育の仕事をする上でのそういった伝え合いとかね、仕事をする上での役割分担とかは、こう言葉を交わしながら連携していくということが大切かなと思ったので、今日の朝にこのね内容を投稿させていただきました。はい、では次の内容に行きます。次は、あ、今回もね10個このツイート内容がありますので、はい、1つ目が終わりました。続いてです。
学童保育で指導員間のチームワーク、行事やイベントの時は特に大切。それは、阿吽の呼吸や臨機応変という便利な言葉で片付けるべきではない。打ち合わせや事前確認が何よりも重要。例えば連携がうまくいかなかった場合、その問題はその人にあるわけではない。確認不足が原因。打ち合わせに時間を取らなかったことが問題。だから個人を責めるのは違う。チームワークは勝手に良くなるものではない。お互いが意識して作り上げるもの。これはさっきね、お伝えした阿吽の呼吸というまたキーワードも出てきてるんですが、まあ、少し似た内容ですよね。で、ここでもチームワークっていうのはそういったね、臨機応変とか空気を察して、ね、指導員同士が動くということばかり、ね、そういったことに頼るのではなくって、打ち合わせとか事前準備とかの中で役割分担をしっかり決めて仕事に取り組むというところが重要なんですよね。なので私たちのところでも指導員は例えば動きがね悪いとかね、パッと言ってもなかなかスッと動いてくれないみたいなことがあるんですが、まあそれはその方が、まあ、本当にねパッと動かない方である可能性ももちろんあるんですが、その方に問題を置くのではなくって、その方が、まあ、パッと動けるような事前準備、ね、前もって、今日の行事の時には、ね、このおやつを配る担当でお願いしたいんですというような、事前の打ち合わせがなかったというところに問題点を例えば置いてみるということなんですね。パッとおやつの準備してほしいと思っても動いてくれないその指導員の方にね、前々からしっかり打ち合わせでそのことを伝えておいて入れたかどうかね、そういったところにポイントを置いたりしながら一緒にチームワーク作りとかね、指導員のこう関係性とかを築き上げていくというのが重要だと思うので、人はダメとか、この人がいいとかね、もっとこうしてほしいと言ってね、その個人の人の能力にばっかりね、重点を置いて、そういったところを改善しようとするような関わりではなくって、チームワークというのは、みんなで作り上げていくものなので、そこだけじゃない、日頃からの打ち合わせとかで、まあ、その、人、個人に問題があるというよりか、そのシステムとかね、やり方、打ち合わせの状態に問題があるんじゃないかなというふうに考えてみるということが大切かなと思いました。まあ、これとはいえね、本当難しいと思いますし、本当個人にも能力の差ってやっぱりありますし、ね、その前にお伝えしたような相性とかもいっぱいあるんですが、大切にしたい視点は、誰と組んでも、みんながこう働きやすい環境とかね、そういったことをその学童保育としてしっかりこう話ができたり提示できているかというところも一つ考えてみたいところかなと思ったのでお伝えしてみました。はい、これが二つ目ですね。同じような少し内容でしたが、はい、三つ目、はい、学童保育で指導員が子どもと一緒に遊び込むには環境が大事。チームで子どもを見ることができる状況が整っているか、指導員間の連携体制が取れているかが最重要ポイント。人員不足の学童保育では不可能。大規模学童でも無理。指導員が遊び込める環境があれば子どもは豊かに育つ。指導員のゆとりが鍵。はい、これは最後ね、指導員体制とかね、大規模学童では無理、指導員のそのゆとりが大切ということなんですが、それはまずはその指導員間の連携とかチームワークっていうことを考えてみたときに、最終的にはね、指導員が欠員だらけでね、1人とか2人で毎日保育している状態ではチームワークもね、へったくれもありませんよね。
なので、しっかりと環境が整っておくということは大事っていうことと、あとはそういった指導員が子供と一緒に遊べるようなことね、全力で指導員が子供と関わったり遊べる環境っていうのももちろん欠員があったらできないんですが、そこはチームでそういった状況を作り上げていくという意識も重要だなっていうことなんですね。なので例えば一人の先生が子供と一緒いっぱい遊べるような環境を作るためにもう一人の先生は全体を見るとかいうふうなこととかもとっても学童保育の中では重要になってくると思うので、例えばあの先生ばっかり遊んでいるとね、いつもあの先生は遊び担当で自分が周りを見る、担当というふうな状況があるとしたときに、しっかりそれが、もし問題だったとしたら日替わりで変わるということも必要かもしれませんし、そういった話をね、いろいろめんどくさいというあれですが、指導員同士でコミュニケーションを取るということが重要なので、そこも一つ連携だなと思っています。で、それにはやっぱりそれが整うだけの環境とか指導員体制とかね、いろいろ絡んでくると思うので、チームワークっていうのはなかなかそこだけを良くしようとしても難しい話だというところと、指導員と子どもが遊び込めるような環境も作っていくということが大事かなと思ったのがこの内容でした。はい、続いてのことを深掘りしていきたいと思います。続いては、はい、学童保育で指導員同士の人間関係が悪化、自分と真逆のタイプの指導員と連携を取るのが難しい、仕事だからと割り切ることもできない、悩むなら子供との関わりで悩みたい、その時は誰かに相談、他の同僚や運営先、友達や家族に聞いてもらう、地域の指導委員会に参加も丸、猫ちゃんの動画を見るのも丸。これはこのツイートをした時は結構ね、指導員が人間関係とかで悩んでしまったり、チームワークとか連携っていうとこに行き着く前に仕事がね、そのできるできないとかね、しんどくなってしまうっていうような状況に置かれている指導員の話を聞いたりしていて、何かそういう指導員さんが悩みを相談できる場とかね、自分の学童と他の学童を比べる機会とか、リフレッシュできるようにね、猫ちゃんの動画を見たりして、ちょっと心をね、癒してみませんかというような内容がちょっと気持ち的にあったので、こういうツイートをしたんですけれども、やっぱり日々仕事をしていてタイプってあると思うんですね。パッパッパッと動いてね、こう元気に何でもこうできるタイプの人と、ゆっくりのんびりね、丁寧な作業はとても得意だけど、全体をまとめてグッと引っ張るのは苦手というような、そういったタイプの指導員の方もいますし、逆のタイプの方もいますし、そういった指導員の性格が全然違う場合とかに一緒に仕事していて難しくなったりしまったり、どうして自分が思うことがこの先生には伝わらないのかとかいうふうに思ってしまう。で、自分が思うってことは相手の指導員も思っていたりして、なかなか人間関係って難しいと思うんですけれども、そういったところでうまくやっていかなくちゃいけないと、仕事だからもういいかと割り切ろうと思ったとしてもなかなか割り切れないので、皆さんね、人間関係に悩んで、学童保育の仕事を続けるのが難しいっていうところまで追い込まれてしまう方もいると思うんですね。なのでそういう方がね、改善する方法何かないかなと思った時に、誰かに相談できたりとか、自分の学童のことをね、自分の他の同僚の指導員に話ができる
敗があればもちろんそれもいいですし、例えば同じ運営主体とかで隣の学童の先生と知り合いになってちょっとに話を聞いてもらうとかね、まあそういう運営先に話を聞いてもらうとか、そういったことで自分のストレスというか人間関係とかね、チームワークをうまくしていくためにはどうしたらいいかということを考える機会になったらいいのかなと思って、こういった内容もお伝えしました。もちろん理想はうまくねやっていくことだと思うんですが、なかなか難しい場合もあるので、どこかでそういったねストレス発散とかねヒントになる機会を見つけていってくれたらなと思いますがね、猫ちゃんの動画じゃなくてもね、パンダの赤ちゃんの動画でもいいですしね、自分が好きな動画ね、かっこいい車が走る動画を見たいと思う人はね、そういうなんでストレス解消しながら、なんとか指導員の仕事を続けていきましょうというようなことがお伝えしたい内容の一つでした。はい、続いてのくるくる話、切れてますよ。なんかうまいこと声が届いていないということなんですかね。ちょっとチャットで教えてくださってるんですが、まあもしまたちょっと音の不具合とかがあれば教えていただいたらなと思います。はい、続いてです。はい、学童保育で指導員が子どもとの遊びに夢中になりすぎて周りが見えない、遊ぶ以外の業務、出欠確認、おやつの配膳、お迎え対応などをやらない、これでは現場は回らない、逆に指導員が子どもと遊ばない、安全管理のためだけに監視する、これも違う、そこで指導員間の連携が鍵となる、バランスが大事ということなんですが、指導員ね、もちろん子供と遊ぶことってとっても大切なんですが、子供とこう遊び込みすぎて、その指導員が例えば全然周りを見れていない環境だとしたら、それは困りますよね。学童保育で子供の出欠確認とかね、おやつの準備とか、そういったいろんな対応をしなくちゃいけない、ね、立場の指導員が遊び込んでしまって全く周りが見れていないということがあったら、やっぱり現場はそれでは回らないので、それは良くないよねっていう話と、逆に全く子供とね遊ばずに、ただ子供を見ているだけとかね、まあひどい場合だったら監視とか管理だけをしていて、はいそこダメでしょう、はいあなたこれダメねって言って注意するだけの、何かあったら叱るだけの立場みたいな感じでずっと子供と関わらないでいるというのも、これもあんまりいけてませんよね。なのでそういった時に重要なのがやっぱりチームワークと連携になってくると思うので、あの先生が今遊んでいるなと思ったらね、自分は例えば周りを見るとかで、今度ちょっと私はね、この子と遊ぼうと思うので、こっち側見ておいてもらっていいですかというふうに連携をして、自分はそっちの方に行くとか、そういったバランスがとっても大事だと思うんですね。最初の方でお伝えした、臨機応変とか、阿吽の呼吸ということに頼るのではなくって、しっかりと言葉で、今日は、私は遊び担当としてこの子と遊びたいんですとかね、ちょっとそういう状況を作りたいんですとかいうような相談を事前にしておくとか、とてもなかなか、なんていうかな、それって日々毎日するのって難しいと思うんですが、どうしてもね、なあなあになってしまうというか、そこまで確認できなくて流れでね、指導員って保育してしまうと思うんですが、何か自分が思うように相手が動いてくれないっていうことでイライラするということを避けるためには、事前に私はちょっとこうしてみようと思うんですがみたいな相談をするというのがポイントかなと
思いました。私もね、結構ね、遊び込みたいと思いながら、実は私は遊び込むというよりか、こう周りが気になってしまうので、あんまり遊び込めない逆にタイプの人間なんですね。なので他の先生がいっぱい遊んでくれていたら、自分はこうちょっと見る立場に慣れていた方がちょっと安心できたりもするので、そういったこととかも伝えながら、学童保育作りを一緒にしていくということが大事かなと思いました。はい、続いてです。学童保育で指導員同士の連携は超重要。1年生女子が膝に擦り傷を負う、指導員が手当てし、その子の怪我の状況を聞く。その後、その子の保護者がお迎えの時は他の指導員が対応。どんな状況で怪我をしたかについて、その指導員が的確に答えられないと保護者も不安。指導員からのほうれん草がないとそうなる。これは指導員の連携で大切にしたいことですよね。夏休みとかの一日保育とかだったら、早番の指導員と遅番の指導員さんがいたりする時もありますが、怪我を対応したのが早番の先生で、遅番の先生にね、例えば伝えてない時に、お迎えの時は遅番の先生が対応するとね、あれその傷どうしたのみたいな感じで全く知らない状態だったらね、保護者の方に説明もできないし、お迎えのそのタイミングで子供に、うんうん、そこでこけて、うん、あら、それで絆創膏貼ってもらったの、ふんほんとか言ってね、話を聞くことになってしまいますよね。これは指導員間の連携がなっていないと、保護者の方からすると、それを先生知らなかったんですかとかね、連携できていないんですかということで、不信感にね、つながってしまう、保護者が不安になってしまうことにもつながるので、こういった連携は必ず、するように心がけましょう。例えば、全然大きな怪我じゃなくても、ちっちゃい擦り傷とかでも、そういった、ね、今日ちょっと走っていて、右足こけて、消毒していますっていう、その一言だけでも分かっていたら、そのことも保護者に伝えれますし、日誌とかね、業務日誌とかにそういったことを書き込んだりとか、連携ノートみたいなノートに時間をね、3時30分頃に運動場でね、誰それくんと遊んでいてこけましたみたいなことを書いておくような、そういった連携するノートとかがあれば、そこを見て確認もできますし、早番の人と遅番の人が入れ替わるタイミングで必ず伝えるということを習慣化しておくということ、それが、ほうれん草にもつながりますし、日頃から細かいことをね、話しておくと、あ、このレベルのことは、言っておいた方がいいんだっていうふうに指導員同士も思うきっかけになりますよね。なので、このチームワークと連携を考えたときに、すごくね、些細なこととかね、これってわざわざ言わなくてもいいかなって思うぐらいの迷ったようなことは、もう相談しちゃいましょう。ね。ほうれん草しすぎて良くないっていうこともないと思うので、細かいことでもコミュニケーション取って伝え合うということが習慣化されると、とてもね、なんていうかな、より良いというか、いい雰囲気の学童保育にもなると思うので、ほうれん草はとっても大事ということが改めてこうお伝えしたかった内容です。はい、続きまして、学童保育で保育中に指導員同士が声を掛け合うといい。少しこの場を離れて〇〇くんのところに行きます、〇〇さんに電話を入れます、掃除入りますなどと、まずは自分発信で周りに状況を伝えるイメージ。最初は、どうしたの急にと他の先生に思われるかもしれないが、それが習慣になると
連携が二重丸ということで、まあ、改めてね、まあ、ここもしっかり確認しますと、ちょっとした声かけですよね。少し離れますとかね、掃除入りますとか、何々さんに電話入れますっていうその一言とかって、本当見逃してしまったりとか、自分でやったらいいかとかね、その後の対応もどうせ自分がやるんだからいいかみたいな形でやってしまうことって多いと思うんですが、あえてそれを言葉にすると。ね、ちょっとトイレに入りますとかだってね、全然 OK な声かけだと思うんですね。先生どこ行ったのかなっていうことがなくなりますのでね、そういった習慣を声をかける習慣があれば、あ、自分もちょっと抜けてトイレ行くときにトイレ行きますっていう声かけをしたらいいんだなっていうふうにみんなが思うと、どん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 保育室に指導員のそういった声が飛び交うようにもなるので、できるだけ声をかけ合うと、そして自分から声をかけるとね、言ってもらうのを待つのではなくってね、どうしましたってこっちから聞くぐらいでもいいと思うので、ちょっと意識をしてやってみるのがいいのかなって思います。これもね、最初からというか初めからね、私もこれを話しながらね、いや、とっても難しいこと言ってるなって実は思ってるんですよ。パッと声かけるなんて、やることは本当は簡単そうに見えて、実際の日々の現場を想像してみると、なかなかその声かけってできないんですね。ちょっと抜けますとかね、鉄棒のところでね、ちょっと喧嘩してるようなので行ってきますとかね、やればいいとは思いながら、なかなかそれを声に出してするって難しいんですが、あえてね、これはもう自分にも言い聞かせているつもりで今日というかいつもなんですがね、話してますが、こういった声かけしていきましょう。きっとね、学童保育が活気あふれる状況になると思うので、どんどん自分から細かいこんなこと言わなくていいのかなと思うようなことも言っていきましょうね。それがいい学童保育作りになるのかなと私は信じています。はい、続いては、保育中指導員のポジショニングはとっても重要です。スムーズな連携はポジショニングから生まれます。指導員同士が近くに数名固まっている、指導員が子供に背中を向けている、この状態はナイポジ、ね、ナイスポジションとは言えません。これでは目が行き届かず、子供や指導員のヘルプに対応が遅れてしまいます。さっきからね、いろんな声かけしましょうというようなお話もしていますが、ポジショニングもとってもね、連携するのに重要だと思うんですね。今運動場のね、ブランコのところには先生がいると、鉄棒のところにはこの先生がいるとか、部屋では先生がこんなことをしているとかいうような、そのポジショニングってあると思うんですが、それがしっかり整っていることで、安全とかね、子供がトラブルあった時にすぐに対応できると思うんですね。一つの場所でね、指導員が固まってね、ベラ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 こうおしゃべりをしてしまってね、全然子供の方向いていないみたいな、そういった現場にならないためにも、周りを見ながらポジショニングするというところがとても重要で、あとね、子供に背中をね、向けているっていうことは子供を見ていないということですよね。例えば壁際、運動場とかね、部屋でもそうですよ。壁際にこう背中を向けてしまうとね、全然こっち何が起こってるか分かりませんよね。なのでこういった壁があったら壁際にこう見たらね、子供のことよく見えますよね。保育室全体がこうやったら見渡せると思うので、そういったちっちゃなね、ポジショニング、トランプしましょうってなった時にね、指導員が座る位置、ね、あ、こっちに座った方が全体が見えるなとかね、保護者の方がお迎えに来たら分かるなって位置に座りますよね。トランプしようって言ってね、こっち側向いて、はい、トランプってやったらもう周り見えませんよね。まあ、それってすごく基本なことというか、当たり前のことかもしれませんが、ついつい
抜けてしまったりね、忘れてしまったりとか、こういうことすらこう、ね、伝えたり教えたりしてもらうことが少ない学童保育もあるかもしれないので、お伝えさせてもらいますが、ポジショニングとっても大事なので、このポジショニングがないと連携ってうまくいかないと思うので、日々意識するということが重要かなと思いました。続いてです。はい、あと2つね。学童保育の指導員の連携においてお互いをよく知る、ね、ポイントは2点あります。日常のコミュニケーション、ミーティング、日常的に指導員同士が気軽に話ができる関係性や雰囲気を作ることが重要です。挨拶、世間話を含む会話や対話を日常的に行うことで、その人のことを理解できるようになります。これはその、まあ、最初の方に臨機応変とか阿吽の呼吸に頼ってはいけませんよっていうような話とね、ちょっと逆なことを言っているようにも聞こえるかもしれませんが、いいチームワークとか連携を図るためには、日頃からのそういったコミュニケーションとかで、その先生がどんなタイプの先生かっていうことが分かっておいて、分かっていると動きやすかったりしますよね。さっき私がお伝えした遊び込むタイプの先生と、こうね、まあ全体を見渡すタイプの先生のタイプがいるとしたら、遊び込むタイプの先生がいるということは、きっとあそこで遊んでくれているんだろうなと。じゃあ私はこっち行こうというふうに思ったりできると思うんですね。その先生の性格とかね、その特徴とかをよく知るためには、日常のコミュニケーションとか、そういった保育の話をするとか、ミーティングを重ねることで、お互いがどんなタイプの指導員かを知ることができたら、連携しやすくなるということですよね。まあね、チーム作りってそうじゃないですか。スポーツとかでもそうですよね。野球でね、1番バッターから9番バッターまで並んでいるときにね、全員4番バッターみたいなね、大振りする選手ばっかり集めていても、まあ難しいわけでね、足が速い選手がいたりね、バントが上手い選手がいたりするとね、チームがね、その選手の特徴を分かっていることで、あ、自分は塁に出ようとかね、自分はホームランを打とうってね、役割が分かるわけじゃないですか。指導員同士だっていろんなタイプの人がいると思うので、お互いがよく知るためには、どんな特徴を持った指導員がいるかっていうことを、日頃のね、ミーティングとかの中からしっかりね、把握しておくということも一つ重要かなと思いました。ここにね、ここの部分に行くまでに、もう大概のね、指導員はもうくじけてしまいますよね。うわ、あの人とは相性合わないわとかね、うわ、こんなこと言われたんやけど、もうやってられないわってね、先にこう感情とかね、気持ちばっかりがこう先に出てね、あの人とは連携したくないというようなね、思いになってしまう方もたくさんいると思うので、あえてね、今回はこういうテーマでお話しさせてもらってるので、仕事ですので、そこをしっかりコミュニケーション取って作り上げていくのも自分の仕事、それは子どもの最善の利益、子どもが楽しく通える学童保育につながると思っているので、指導員の気分だけで保育はしてはいけないなとも思っています。はい、それではいよいよ最後のツイートです。実力があっても試合に勝てない理由は、チームワークが悪かったり連携がうまくいっていない場合です。学童保育の仕事でも同じことが言えます。スーパープレイヤーがいなくても子どもの笑顔が満開の生活づくりは可能です。それぞれの指導員の良さを生かし連携ができれば、それはナイス学童保育です。ということで、さっきね、1番から9番バッターまでのね、いろんな特徴のチームプレーの話しましたが、まさにそうですよね。すっごいね、スーパー指導員がいたとしても、そのスーパー指導員がなんかすごいね、子供を引っ張るのがうまいとかね、
手遊びが最強とかね、ドッジボールの球めっちゃ速いとかね、まあまあ、なんかすごい特徴のね、スーパー指導員がいるとしますよね。でもその先生が全然連携せずにね、自分が思うことばっかりする先生だとしたら、それって学童保育作りで言うと、全然いけてないと思うんですね。ワンマンチームになってしまうからね。その先生に振り回されてしまうような生活っていうのはやっぱり違うと思うので、本当に強いチームとかね、本当に子供たちが過ごしやすい環境の学童保育っていうのは、ワンマンチームじゃなくって、みんながね、それぞれの良さを生かして、保育に取り掛かると。何かこの虫を捕まえたよと、この虫種類教えてってなってもね、虫が苦手な先生からしたらもうそんなこと聞かれても困りますよね。じゃあ虫が詳しいあの先生に聞いてごらんってね、ナイスパスを出しますよね。じゃあその虫が詳しい先生はやっぱり話できますしね、そのパスをまたこうしっかり返せるだけのものがあるとしたら、そのパスをするという役割がとっても大事になってきますよね。なので一人の指導員が虫にね、昆虫に詳しくなってね、スポーツもできてね、工作が得意でね、そんなスーパー指導員にならなくてもいろんな指導員がいるので、ちょっとでもね、そういったこう助けてもらうようなことができたりとかね、また逆にね、何も取り柄がありませんと、私なんてもう本当に何もできませんみたいな方も中にはおられるかもしれませんが、そういう方はそういう方なりに、他の指導員にもう素直に聞いてください。私は今どうしましょうと、じゃあこういう仕事をしてみたらどうですかっていうふうにね、何かこうお話しする中で指導員同士の連携が取れるかもしれないので、何もないと思われている方こそ指導員間でコミュニケーションを取りながら少しずつね、成長していけたりとか、チームの役に立てるようなね、役割を探すということも重要かなと思うので、一緒に頑張っていきたいなと思っています。チームワークと連携ね、よくミーティングではどんな内容を話していますかとかね、どんなところを心がけていますかとかね、私の学童ではこんなタイプのこんな嫌な先生がいてもう嫌ですと、いいよピーマンさんならどうしますかみたいな相談も受けることが実はたくさんあるんですが、まあ私のところではこうしたよっていうことは言えますが、なかなかね、それが全部の学童に共通することでもありませんので、今回私がお伝えしたことも本当一つの、まあ参考になれれば嬉しいですがね、ヒントにもなってくれれば嬉しいんですがね、全然これが答えだというふうにお伝えしているわけではありませんので、皆さんと一緒にこう交流する中でね、私はこういうふうにしたらうまくいきましたよみたいなこととかも教えていただけたら、今後私がまたこういったね、発信するときのヒントにもつながってくるかなと思いますので、今後とも学童系 YouTuber のイオピーマンと学童保育の発展をどうぞ一緒に力を合わせて盛り上げていきましょう。今日も長い時間ね、30分ちょっとお時間いただきましてありがとうございました。定期的にね、こういうライブ配信またやっていきたいと思います。それではこれにて終了いたします。チームワークと連携頑張っていきましょう。バイバイ。